ははいい皆さんママイドマイドド、はい、もうネタがないんでね、昨日のね定例会からねコメント見ながら、もう一回ね、蒸し返しだね、原田若先生ね、はい1個目ね、ありがとね。 ワインディングのやつ見ましたね。はい。ピンカールのウィッグ、パーマ当てた時にマイペーパーとかで巻きましたよ。若いうちはね、あのパーマつってもね、あんまりショートとか来ないからね、おばちゃんパーマとかね。で、おばちゃんパーマの店かなんかで働くとね、おばちゃんパーマが多くてね、短くてね、硬い毛のね、襟足をね、もうバラ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 ,バラマシンガン巻きしていくんだよね、おばちゃん美容師つね。それこそね、若い美容師さんがね、襟足1本巻く間にね、3本から5本ぐらいね、おばちゃん美容室ってのは巻ゃかんね。 あれね、襟足が巻けるようになるまでね、2年ぐらいかかるよね。あの男の美容師さんなんかね、うちのお店あたり来ておばちゃんパーマが適当にいるじゃないで、毎日、ほぼ毎日でもないね。一週間に一人二人必ず巻くんだけど、おばちゃんパーマみたいなね。 でもやっぱり1年2年かかるからね、負けるようになるまでね。一応は負けるようになるけども、遅くって使い物になんないのよ、最初は。冷やし巻くとき一番難しいのがね、ロットのスライスの横幅をどのぐらいに取るかってことなんだよね。横幅広いとね、負けないんだよね。あの、狭めの方が負けんだよね。これはどのぐらいなのって、これロットが教えてくれるんだよね。スライスの横幅ってよくさ、ロット幅に取れとかって言うじゃないこの内側の線に、ね、この内側の線を取れて。ただこれがね、通用するのはね、 太いロットだけね。このぐらいになるとね、真ん中が細いでしょ。真ん中が。だ真ん中が細いでしょ。これはまたちょっと、まあ、わかりにくいけどね、この一番細い白になるとね、ここしか細くない。ここが2ミリなわけ、太さがね。だからこっちは巻かなくていいよってこと。だからスライスも当然、ここからここだけ取ればいいってことわかるスライスはあんまり横幅いっぱい取っちゃダメですよって、こうやってロットが言ってくれ教えてくれてるの。これもそうね。 こっちの方、横まで巻くと、これ、スライス横幅まで巻くと、こっちが緩くなっちゃうからね。で、こっちが真ん中が強くなっちゃうからね。だから、ここ、スライスってのはもうこのぐらいでいいですよってこと言ってるの半分ぐらい、ロッドの長さの半分ぐらいのスライス横幅で巻いてくださいってね。ロッドが教えてくれたのね。はい。このね、ロッドのね、この真ん中がね、細くなってる秘密。ま、太いロッドも細くなってるんだけど、あれはどういう意味かね。 あの、真ん中に毛束を収束させて巻くために細くしてるのかもしんないね。ただ、細いやつになるとね、とにかくね、スライス横幅いっぱい取っちゃうとね、巻けないのよ。だからあの、白いロット、あんだけでいいよってね、真ん中だけ、ちょっとだけつまんで巻いてくださいってね。その代わり、縦厚くするんだけどね、正方形っぽくなっちゃうんだけどね、スライサーのベースがね。それプラス、 ペーパーを折って毛束をしっかり挟んでね毛先にパーマが残ってたりするとほんと巻きづらいからね一枚ペーパーだとねでもロット巻くのがね早い先生っていうのは大体ペーパーを折って巻いてるからねやっぱ早い先生の真似をした方がいいよねあとね男の子の場合ねワインディングするときね一番ねあの注意しなきゃいけないのがね力のかけすぎ 本当にね、髪の毛はたるまない程度の力でいいのよ。百何十グラムぐらいなんだよね。前測ったことあるけどね、それウィックが持ち上がるぐらいテンションかけてね、そういうのもダメね。ウィックがガク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 するようなね、テンションのかき方ね。ね、男ってやっぱりどうしても力出しやかんね。だからね、女の子に勝てないのよ、ワインディングが。やっぱり力の出しすぎね。 本当に、美容学校の先生っていうのは、そこの力加減っていうのをもうちょっと教えた方がいいような気すんでね、男の子にね。よくやるのがね、濡れた雑巾の上にね、ウィッグをポンと置いてね、そんで、あのー、ワインディングするっていうのを横に引っ張るっていうかね、で、そんでウィッグは転がっちゃようじゃダメなんだよね。ウィッグが倒れない程度のテンションでいいんだよね。ワインディングね、パーマ、ロット巻きね。これはね、YouTube 見てもね、うまい先生からコツを座ってもね、練習しなかったら上手くなんないんだよね。人一,一倍練習 本当にもうウィックが坊主になるまで巻き続けないとうまくなんないからね。はい、頑張ってね。はい、お疲れ様でした。